ユーストリームを使って全世界に向けて発信、ラーメンミュージシャン井手隊長の今3時そうね、大体ね ぴったりぴったりでしたね。ちょっとドキドキ。はい、今週も始まりました。この番組は全国のラーメンを食べ歩くミュージシャン、私井手隊長がサザン、ラーメン、本をテーマにお届けする30分番組です。最後までお付き合いください。よろしくお願いします。はい、今週も、雑司街のハッピーからお送りしておりますが、ハッピーがなんと、はい、明日です明日で7周年、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ということで今日ハッピー特集ということで、先週に引き続き高橋けっちゃん、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。そしてママ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あ、7年ですってよ。7年です。けっちゃんすごいですよ。お店7年なかなか続きませんから ねだって美味しいもんね。そうなんですよ。もともとこう電気屋だったんですよ。そうなんだ。そうね、地元だもんね。そう、電気屋が急にこうなって、ね、そうそうそう、7年どうだ、まあ、もともとね、あの、いつ閉店しようと思って店を始める人はいないんでしょうけども、うんうん、始めるときは7年とか10年とか、そうね、まあ、とりあえずはでも目先のあれですもんね。うん、あんまり考えてない。7年経ってみると どうなるんでしょうかね。7年経って、ね、あっという間、うん、あっという間ですか。あっという間、あっという間の7年、うん、だって、ね、7年っていうと多分ビートルズが結成してから解散するまでぐらいですからね。すごいですね。そうですよ。そう、濃厚ですね。ね、あんまりよくわかんない。生まれた子が小学校に上がりますよね。私もその例えで来るかな。そうですよ。ですよ。そうなんだ。7年。ねえ。ビートルズ、いろいろありましたね、7年。ありましたね、本当に。ね、まず、あの、サザンもいろいろありましたからね。そう。ここオープンした時はサザンまだ活動中。サザンやってない時にオープンしましたからね。やってない時にオープンしたんですよね。そうですよ。なんかね、ライブやったりライブやんなくなったりいろいろして、うん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 、ね、その度に人が集まってわーわーいろんなこと言ってこれ飲んでっていうのを7年やってきてるわけですけどそうですそうです。いやでも本当にこれだけ言いたいのはね、うまいっていうことですよ。飯がもうこれが一番、うん、もうだってそこの駅もなかったんですよ。そうね、これできた時はそっか、そっか、まだ雑司ヶ谷駅ど変態な場所じゃないですか、そのもうなんか都電11時で終わりみたいな、なんかもう飲むにはねうんうんうん、そこができてくれてよかったっすよ。そうなんですよ、ほんと、ね、駅なかったわけですから。そうね、そうすると目白から徒歩何分っていうね、そうですよ、表記がそうなんですよ。そこができて、なんかあれも電車も横浜まで伸びたりして、うん、うん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 、ね、そうね、遠方からも人が来るようになり、うん、ね、よかったですよ。ラッキーセブンですね。ラッキーセブンですね。ねえ、だいぶあのハッピーのメニューも結構変わりましたけどね。変わりましたね。ねえ、どうやってやってるんですか、メニュー開発とかは。メニューは基本的に、まあ基本的にマスターが考えたメニューがあるんですけど、はいはい、それこそ隊長のタクトマト麺とか、うん、はいはい、ありがとう。お客さんがちょっと今日はこれ食べたいんだよねっていうのを、うん、とりあえず作ってみる。うん、ニーズに応えますからね。うん、で出してみる。で、まあ、それがメニューになるっていうのが割と多いパターンですね。タクトマト麺も初めは1週間限定でしたからね。そうそうそうです、ね、うん、いやでも本当にすごいですよ。いやいや、すごいことですよ、なかなか7年も。どっちが言い出したんですか、お店。あ、そうだ、そういうの聞きたいな。どっち、お店やろうよ。あ、でももともとその実家の電気屋がもうなくしましょうってなって、うんうん、じゃあまあここがポコッと開いちゃうから何しようかってなった時に、まあちょうどホテル勤めてたっていうのもあるし、じゃあお店でもやろうかと。でまあそれでも悩んだんですよね、やっぱね、お互い普通に仕事した方がいいんじゃないかとか、やっぱ自営は大変じゃないかとか、いろいろこう話し合って、でもまあ本人がやっぱり一番料理人としては自分のお店っていうのが悩んだったので、じゃあやろうかっていう話になって、ただ最初は全然こういうお店にしようとかはあんまり考えてなく、うんうんうん、まあ、普通の洋食屋で行こうと思ってたので、うんうんうん、なんか何をコンセプトにするみたいな、なんかちょうど友達がやっぱちょうど飲食店をやってて、自分のお店が潰れちゃった年に私がお店やろうと思うんだけど相談したんで、最初は大反対されて、うんうん、で美味しいお店なんて5万とあるから、うんうん、
どうやったらここのお店にお客さんが来てくれるかを考えてやらないとって言われて、でその時からもうサザンが好きだし、なんかそういうサザンっぽいお店で行きたいねって話をしたんですよ、うんうん、でその友達に、うん、サザンのお店がいいななんて話したら、それいいかもって、うん、やっぱり何か一つ目があって、うん、やっぱお客さんが来てくれるっていうのがないとダメになっちゃうって言われてですね。ただ別にあの皆さんが本当ね、サザンのお店って言ってるけど、うん、自分はただファンだからあの好きなものをかけて好きなものを貼っててっていう飾ってるだけ、ね、自分の趣味をある意味押し付けちゃってるような感じでなってるんですけど、最高ですよね。でもそれってね、そうだから自分だけは心地いい環境で仕事をしているっていう、うん、そうそう、サザンを流し、そうサザンを眺め、結局サザンが好きな人はみんな同じ気持ちで食事ができるってことだもんね。すごいですよね。トイレ行ってももう桑田さんが桑田さんに見られてトイレしないといけないわけです。そうですね。でもハッピーはあれですよね、サザンファンじゃない人も連れてこられる店なんで、まあ、僕もね、あの会社の人とかね、友達とかも全然連れてこれるし、いいですよ本当に。まあ、メニューがあの洋食だからオムライスあったりハンバーグがあったりって、うん、だからファミリーも多いですね。うん、多いですね。ちっちゃい子連れてきたりとか、そう、そんな感じですね。救急車よく通る。よく通る、ここ、うん。そうなんですよね。本当でも、あ、本当先週も言いましたけど、ランチは本当地元のお客さんがね、うん、地元っていうかこの周りの仕事を知ってる人が本当に多い。本当に近所だったら毎日来るよ。このクオリティだったし、本当に。ちょっと2号店だし、2号店よく言われるあっちこっちに、ね、マスターの手がかかってるからこそなんですよ。そうですね、本当に ねパンパンパンね、手抜きしませんからね。もうねずっとなんか向いてますけども、目の届く感じもいいんだろう ね、 あそうですね、この程よい狭さというか、なんかこう全て自分のね、これ人に任せたらまた違ってくるね。あ、そうですね、一切任せませんから ね、 ね、黙々と仕込みしてますけどなんか腕が年々太くなってきました本当にね。でも本当でもハッピーの味っていうか、なぜさあのケッちゃんが食べたハンバーグもそうですけど、ハッピーの味なんだよな、なんかその他である味っていうかね、それもあるんでしょうね、なんかね、秘訣がね、音楽もそうだけど、料理も人が出るよね、人出ますね、なんか、ね、上品なの、なんて言ったらいいか分かんないけど、でもそれはね、よく言われます、言われる、うん、特にあのご年配の方とか、それこそハンバーグとカニクリーム持ってったら、なんか普通はうってなるんだけど、そう食べ終わって、食べられたみたいな、意外とさらっと食べちゃったとかって、さっきあのね、うん、ハンバーグいただいたけど、すぐなくなっちゃった、でなんか体調に聞いたらダブルにしたって、そんな手があったのそうです、ダブルハンバーグもすべすべですからね、すべすべのやつ出てきますからね、丁寧です、見た目も綺麗だし、でもね、初めはどうだったんですか、始める時はだって電気屋のお客さんはいたけども、そうですね、まあ、この辺で飯食いに行くとかあんまないぞみたいなとこからだったんですけど、初めは、まあ、飲み屋さんが割と多いんですよこの辺は、だからで洋食屋さんもまああるんだけど、やっぱどっちかというと飲み屋さんの方が多いから、あのやっぱご飯食べたいってなると池袋行っちゃったりとか、そういうのもあったりして、だやっぱ最初は定着するまではすごい時間かかりましたね、ここにこういうお店があるよっていうのを近所の人に分かってもらうまでが、で、ね、まずは、サザンファンもね毎週来いってわけにいきませんからねそうやっぱ地元の方々にそうですね愛されてなんぼですからね、ほんとオープンしたっての頃は普通になんかラジオとか持って入ってくる人もいたんですよ、おじさんが直してみたいな、その人知ってるから、あれ何々さんどうしたんですかって言ったら、ラジオの電池を取り替えてほしいから電気屋のノリが抜けてなかったんです電池はもうないんだよねみたいな、なんかやってる顔が同じだから、普通にラジオ持ってきてそう、変わったのキャラみたいな、そうそんなのも最初はあって、そうでしょ、それはですね、その前が長いですからね、そうですね、そうです
ですよね、うん、なんかでも場所もいいですよね、橋のたもとで。なんかそう、分かりやすいは分かりやすい、駅もあるしね、峠の茶屋みたいな場所ですよ。目立つかなとは思うんだけど、通りと目白通りの交差点、ね、そうです、はい、ちょうど2年前の5周年の時に深町さんがここに来てくれまして、うん、そうですね、やったんですよ、ユーストをね、うん、指のね、そう、指人形をねあれも2年前なんだっけ、2年前、あれ5周年でしょシャンランラランランラン、そんな前になるんだっけやりました、やりました、ね、深町さん、店が10年あればライブやるって言ってますから。そう、10年そう、結構、ね、10周年の時は俺がやると言った、結構本気に頑張ってるよ、ね、それ目指して深町さん、ね、そう、ね、骨折でちょっと危ぶまれましたけど、うん、あと3年か、あと3年で深町さんがここでやるかもしれない、うん、ちょっと深町さんが骨折らない、骨折らないそっちを心配した方がいいみたいなこともありますけどね、すごいですよ、もうでもあれからもう2年も経ってるのか、あっという間ですね、うん、僕も節目節目でここでイベントやらせていただいてますけどね、本当お世話になってます。いやいや、明日もライブがあるんだな、これ多分明後日か、明後日です、ね、はい、これで言うと明後日で、よろしくお願いします、よろしくお願いします、でも本当になんかいろんな人が来てね、うんうんうん、だってほらよくe スポットでも話がありますけども、うんうん、なんか地方の人がこっちにライブ見に来た時に、うんうん、そうですね、ちょっと寄るみたいな、なるほど、あります、定番ですよね、去年のだからブドウの時すごかったですよ、あ、本当ですか、そっかそっか、やっぱ皆さん遠出だから、うん、荷物が半端ないんですよ、うんうん、量がうちもともと狭いのにみんなスーツケースが何個も何個もここに並んだったりとかして本当にすごいな、みんなと思って、だいたいライブあった日の次の日の昼が多いですよね、うん、みんな来るのね、地方の皆さんはね、そういう情報って何で共有してるんですか、どういう情報、 Facebook とかで知るの、そのこういう場所があるって、もうめちゃめちゃ有名ですよ、うん、そういう意味で、そうなんだ、ね、そうなんだ、多分で去年はちょうどほら東京ドームだったから、うんうんうん、こっから本当20分ぐらい行っちゃうんですか、うん、そうですね、そうだからかもしれないですね、余計有名な、このまんまライブ行きますっていう人もいれば、うん、帰る前に来ましたとか、うん、そうです ね、 ね、ありがたいですよね、本当そうです ね、サザンファンすごいなと思う、自分もそうなんだけどもっとすごいなと思うもん、なんかそれはすごい、でも大阪行ったら e スポット4中ってなるかな、そういう感じですね、時間なくてもちょっと1時間でも顔出そうってなりますもんね、そうですね、そんな感じ、でもなんかその地方地方にそうやって友達ができるっていうのがね、いいし、こういうなんか集まるところがあるっていうのがいいじゃないですか、別になんか予定してなくてもね、ここに来たら誰かいるみたいなね、のが楽しいですよね、結構合うもんね、いろんな人、合います合います、もういろいろいろんな人合いましたもんね、偶然来てね、うん、示し合わせてるわけでもないよね、どうですよ、なんかこんなところにお、それ触れちゃいますか、なんか7周年を記念してそうです、ワイン作りました、ワイン作ったそうですね、はい、とにかくワインがよく出ると、うん、ワインはこう ね、おつまみ的なものも多いからワインもよく出て、はい、ハッピーワイン、うん、ハッピーワインです、7周年、白と赤、はい、いかがでしょうか、これ限定20本ずつという聞いておりますのでねすぐなくなっちゃいそう、もうこの放送が流れてる頃にはあと3本ぐらいかもしれないんですけどもねね、いや作っちゃいましたね、ついになんかいろいろね、ずっとこう何作ろうカニ作ろうって言ってましたけど、結構他のお店さんいろいろね、あのグッズ作ったり、そうグッズ作ったりとかして、ステッカー作ったり、ね、タオル作ったりしてますけどね、うん、そう、うちはあんまりそういうのやってなくって、まあ、ご飯屋さんですからね、そうなんだからね、ご飯屋さんで T シャツ作ってタオル振り回す機会ないですもんねそうそうそう、飯やかなんかこぼしたら拭くぐらいな感じで、うん、だったらこういう方がいい、ね、そうなんですよ、だからちょっと今回は、ね、はい、いいじゃないですかね、なかなかご飯屋さんがね、ないですからね、うん、ないですよね、そうね、歌うところは、ね、ありますけどね、ね、けっちゃんも気に入っていただけたということで、いや、もう本当に私ね、あれなんですよ、全然関係ないけど、はいはい、本籍が豊島区雑司ヶ谷一丁目、そうなん、言ってましたね住んだことないんだけど、うん、あ、本籍が一丁目なんだ、この辺ですか、一丁目、ちょっともうちの実家の方が一丁目です、あ、本当ですか、ね、ご親戚がいるってこと、いや、なんかいたってことでしょうね、分かんない、誰もいなかったと思う、結構いるんですよね、その
だったり、アンナさんも前に高飛ばしとかあっちの方に言ってました、言ってました、そこだよと思って、うんうん、意外とやっぱそういうのでこう集まるんだな、本当、ね、近所だったらね、え本当、そっか、そっちが全メニューを制覇しちゃう、全メニュー制覇しちゃいたいぐらいな勢いでもいいと思いますよ。そのなんだっけ、タクトマト、ああはいはい、まだた食べてない、そうだね、ケッチャーまだもうレギュラーメニューなんですか、はい、夜の、夜のねレギュラーメニューになってさせていただきました。要はラーメンなの、いや、ね、スープスパゲティですね。スープスパゲティ美味しいですよ、これがまた。そう、なんか体調の発案なの。発案じゃないです。なんか名義貸しです。名義貸し。なんか嫌な意味。フィーはもらってません。名義貸しとか。一応なんかタクトマト麺っていうのにしたいから味見してくれっていうなってで味見して。いいね、まずね次はそれだね。そうですね。でも相当頼んでますからね、うん、タクトマト麺。ね、本当ですよ。嬉しいですよ。ね。ね、してもらって、何人か名前になってるやつもありますもん ね、 ね、 ね、大阪の丸さんとか、ね、丸さんもね、丸ちゃんの何でしたっけ、バーグスパゲッティ、バーグスパゲッティもね、相当カロリー、それも丸さんが、カロリー丸さんがスパゲッティも食べたいし、ハンバーグも食べたいし、カレーも食べたいし、できればそれが全部乗っかってたら嬉しいなって言ったから、それを乗せてみた、ちょっとそれを作ってみたらもうすごい美味しい、美味しくて、でメニューにしました。収まらない、素敵で収まらない。トマト麺ラーメンじゃないですけどね、まあ、ラーメン感覚で食べに来てほしいなと思ってるんですよね、まあ、生パスタなんですよ、パスタが、うんうんうん、乾麺じゃなくて、ここで、まあ、ここでじゃない、どこかでやったやつをですけどもね、生パスタいいですね、もちもちでね、なんかマスターも一言ぐらい喋れないね、え変わろっか席。マスターシャイです。忙しそうね。シャイです、ね。結構ケータリングとかもやったりしてね。ああそうなんだ。頑張ってますからね。頼めるの？うん、一応あの近所ぐらいだったら大丈夫ですけど。そう。今見られた。いやこの間、はい、時間大丈夫。大丈夫ですよ。とある人のライブで、うん、昼夜2回公演の、うんうん、朝10時入りとかで結構だから。12時間ぐらい拘束する、うんうん、昼ご飯も夜ご飯もなんかご飯を作りに来てくれる人がいて、楽屋でその人の、そういうあのセットがあるなら、うん、多分行くと思うよ、本当自分たちでなんか持ってかなきゃいけないけど、機材それはできないけど、いやその人はやっぱなんか炊飯器とか家から持ってきて、あ、うんうんうん、下ごしらえをやって、うん、じゃあそこで本当最後ちょっと仕上げをしてっていう感じ、うんうん、なんかそれだけで全然違う、そうですね、人のご飯っていうのはそうですよね、そこでコンビニのおにぎり並んでるとやっぱりちょっと、うん、どっかちょっと食べに行ってきましたなるけど、そうなんだ、なんか食べるものってすごい大事、大事ですよ、一日3回やりますからね、そこが食べることがね、そう充実してるとやっぱり人生違いますよ、うん、普段はお家はどっちがご飯作ってて、お家は私です。おう、そうか、そう。そうなんですね。うんうんうん、そこは特にこうあれはなく。そう、あのお店始める前はうちに友達が来るっていうと、うん、もう私を差し置いても自分で、うん、いろんなよくわかんない調味料とか。よくわかんない調味料。なんかね、もうでその後片付けがすごい汚くて、はい、ただもうできた料理はもう本当綺麗なのを出して、うん、みんなお友達がわーっていうので喜んでたんですよね。でもやっぱお店開いてから毎日やってるから、うんうんうん、もういい加減家じゃ作んなくて、うんうん、私がもう全部やってるって感じで、ちょっと結構プレッシャーないか、もう毎日やってるのないか、うん、ないかおどおどしながら出すでもね、一日だけここでホワイトさんが出す日あるんです、そう、それは興味あるな、それはそれ、何日でしたっけ、毎月18日です、18日ですよ、毎月18日に餃子を、あ、この人の餃子うまいんですよ、これがまたそんなに褒めることがあるんだ、ね、食べたことない、ある、うまいよね、うまいのよ、それだってうちで普通に子供のご飯餃子にしました、うんうん、ちょっと多めに焼いたから、うん、じゃあちょっとお腹空いたら食べようと思ってタッパに入れて持ってきて、うん、そしたらやっぱお客さんがそこで一人でビール飲んでたから、うん、じゃあちょっとこれ少しどうぞって言ってお裾分けしたら、うん、まあこれやった方がいいよってなって、いやいやそんなそんなって言ってたんだけど、結局その話がずっとなって、うまいのよこれ、18日が餃子の日になりました、そうなの、でも一応マスターのあのね、倫理通ってるってことですからね、
餃子、うんうん、1日だったらいいよと、うん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 、ね、っていうか普通にメニューにしちゃえばって言われたのぐらいが嫌だった。毎日やるの毎日は作りたくない。そうそう、ここ餃子パーティーだったら嫌だもんね。オムライス食いに来る人この並びに餃子サイヤなんかみたいな。そうそう、だから18日だけ出ます。餃子100個とか言われて困りますもんね。そうそうそう、柔軟性がいいね。なんかそうなんです、お客さんの意見で。お客さん相当取り入れてますよ。だって僕もなんかあの池袋で洋食屋でなんか食ったやつがうまいとか言ってフェイスブックに返したら、うん、うまそうだとか言って、うんうん、食いに行ってマスターが、うん、で味に住んできて、うん、ここで分かった分かった、ここで出すようになって、うん、向こうが潰れちゃったって。いやそれがどうか分かんない。それが原因じゃないですよ。それが原因じゃないんだけど、そういうのもありますね。でもそうそうそう、受け継いで。すごいですね。なかなかだって食って作りましょうとか作れませんよ、なかなか。ないね。ねえ、すごいですよ、才能ですよ、職人だね。ね、なんか全然しれっとしてるけど、喋ればいいのね。来年は末広がりの8年ですから、また1年間頑張りましょう。そうです ね。ありがとうございます。よろしくお願いします。10周年楽しみ。10周年楽しみですね。10周年までね。頑張りましょう。うん、そしてワインね。はい。ぜひご注文ください。ね、よろしくお願いします。はい、じゃあ一旦次のコーナーいきます。はい。はい、本のコーナーいきます。本のコーナー。今日はですね、速読の本ですね。聞くだけで速読ができる CD ブックというやつで、本読むのどうですか？本読むのね、私多分すごく遅い。遅いですか、うん、好きは好きですか？好きは好きですけど、本ね、あのいっぱい読みたいのがあるけどなかなか読む時間がないってこうやって積読になってしまう人も多いですけど、速読まではいかなくてもね、あのトレーニングができるということで、これ CD がついてるんですけども、この CD の、まあ、テキストをね、このここについてるテキストを CD が読んでるんですけども、この CD に合わせてこの文字を追ってれば訓練になるってやつなんですよ。なるほど。でだんだん速くなってきてっていうやつですね。面白い、うん、これをね、なんか京都大学が研修採用して企業研修でもすごい使ってるんだって。 JR 東日本とかね、富士フィルムとか使ってるらしいですよ。だって体調も相当ね、僕は仕事柄ね、本いっぱい読むんでね、まあ、おのずと速くなりましたけど。やってみた。やってみましたよ。やってみた。これでもね、2倍速ぐらいまではいけます。2、3倍速ぐらいまではいけるけど、だいぶ4倍速とかになってくるとだいぶ頭痛くなってくる。でもなんか僕のポイント、ここにも書いてありますけど、あの読む前に目次とかね、ああいうとこを見てどういう感じの本なのかをなんとなく頭に入れてから読むとだいぶ速くなりますね。終着点をなんとなくつかみながら読むと要点が入ってくるっていうのがあると思いますからね、ぜひ読んでみてください。はい、はい、ということで生歌いきますよ。お、やった、生歌のコーナー。はい、じゃあ今日も鳴り物を、じゃあ私壊したらやだから、はい、こっちにし、あ、いいよ、これもう壊れてる。今日はですね、あれ、もう持ってないの、あの、さ、ご参加ください。皆さんご参加ください。今日はじゃあ、橋幸夫の恋のメキシカンロックです、ね、これも深町さんがだいぶ曲中に喋る曲ですけど、ね、じゃあこうやって弾かない時ありますあります、あります。ちょっとテキーラな感じでワインですけど、ワインで、ね、行ってみたいと思います。行くよ。Go, go, 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 go
曲ずっと叩いてるの大変でしょ、意外と、ね、曲ずっと叩いてるの、ね、手痛いでしょ。でもいい感じ、すごいいい感じ。あの楽器が面白い、音がカウベルそう、あのね、そっちを上にしとけばいい。そうそうそう、ね、楽しいですよ、ね、楽しい、ね、ということで、ハッピーは、雑司ヶ谷駅、はい、地下鉄の雑司ヶ谷駅と都電の岸墓神駅からすぐですから、うん、ね、そうですね、はい、日曜日定休、はい、はい、昼よりやってますので、ぜひぜひね、7周年、あれですか、今年のなんかメニューあるんですか。そうだ、よかった言ってもらって明日27日、はい、1日のみ、おランチは、はい、トルコライス。出ました、トルコライス5周年ぶり、5周年ぶりのトルコライスね、はい、これまた名物、とりあえずあの5周年の時に出したやつですよね。そうです。なんでその日は申し訳ない、明日はあのメニューは取らないで、入ってきたらトルコライス。なるほどなるほど。昼、昼、昼です。昼ね、はい、もうあのハッピーの美味しいものが全部こうナポリタンとご飯と有名なやつ、なんかよく盛り合わせみたいな、有名なやつです夢のようなやつ大人のお子様に行きたいな、はい、トルコライス明日ね、はい、ぜひいランチね、はい、食べに来てください、はい、そしてワインもよろしくお願いします。よろしくお願いします、ね、ということでございましてね、これから夏にもなりますからね、ビールも美味しい季節ですけど、ね、ぜひまた夜飲みに来てほしいですね。そうです ね, ね、皆さんよろしくお願いします、ね、ビールが出ますね夏ですから、夏ですから、ね、ということでね、ぜひぜひ遊びに来てほしいなと思います。はい、で来週は、来週はまた脳ですね、脳のあれですけども、聞くだけで脳が目覚める CD ブックの著者の山岡直樹先生が来週来てくれます。あのね、脳トレなんですけども、ね、音楽を使った脳トレもあって、モーツァルトを1倍速、2倍速、4倍速、8倍速とかで聞いてって脳を鍛えていくんですけど、アイネ、クライネ、ナハト、ムジークとかもね、あの1倍速、2倍速、4倍速、8倍速とだんだん速くして聞いていって、もう だいぶ疲れてきたところで、例えば8倍速ぐらいを聞いたところで2倍速に戻るとゆっくり聞こえるみたいな、うん、そう、ね、あ、2倍速なんだけどゆっくり聞こえる、そうそんなのをやりながら、うん、あの脳を鍛えるみたいなのがありましたね。それを来週実践してみたいと思います。超高速落語とかもありますよ、ジュゲムジュゲム五号のすり切れみたいなやつをこう4倍速とかで聞いて戻してとかやって、はい、あの脳の、通常は脳の 100% のうちの97% は寝てるらしいですから、それをちょっとでも起こそうというトレーニングを来週はちょっとやってみたいと思いますので、楽しみに、はい、ということでございまして、ケッチャー2週にわたってありがとうございました、はい、ありがとうございました。先週のライブ良かったね、うん、先週の3周年ライブ、ね、まさかあんなことがあるとは、いや、いいライブでしたけど、岡松さんの骨も無事でよかった、骨も無事でよかったそうだ、深井の来月の告知を合わせた来月の告知、6月18日土曜日、下北沢のミュージックアイランドをですね、はい、ゲストが平松やっちーさんとケッチャン、はい、ね、ビートルズ特集やりますから、すごい、なんだっけ、ポールの誕生日、ね、ということで、ぜひ遊びに来てほしいなと思います。下北沢、ね、よろしくお願いします。はい、ということでございまして、2週にわたってケッちゃんをお迎えしながらハッピーでお届けしましたが、ね、またハッピーでまたやらせてください。はい、ぜひ、はい、はい、ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。ゲストは高橋ケッちゃんと、ハッピーのママの白根まみさんでした。ありがとうございました。そして私、理財長でお送りしました。ではまた来週、バイバイ、バイバイ、ありがとう。